とした誤信の伝説がテーマとなっており、災いをこれまでの苦難や逆境と重ね、誤信そして仲間と共に乗り越え明るい未来へという思いが込められております。精一杯演舞させていただきますので、手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではみんなも誤信の伝説をご存知だろうか。かつて京都を襲った二度の大災害は方位を司る神々によって鎮められた。それがこの物語の始まりである。2022年度共演それふれモンブラン三大とくとご覧あれ。
団の皆さん、ありがとうございました。